ホーム、絹山駅は、愛媛県松山市絹山2丁目にある、伊予鉄道高浜線の駅である。駅番号は、異例7。当駅は、水戸駅、小町駅とともに、高浜線の交通結節停に指定されている、主要駅である。近年は、駅周辺の開発が進んで、利用客が増加している。島式一面2線のホームを持つ、友人駅である。 ホーム延長上に改札があるため、改札を出ると必ず踏切を渡る必要がある。ホームは18メートル旧車用三連対応の有効長を持つ。他駅に見られるような待合室はない。西木の山寄りには、踏切が一切ないため、松山市方面の電車はほとんど無音で接近する。ホームには、電車、バスのロケーション案内システム用モニターと電車の 接近を知らせるための発射表が設置されている。人身事故や信号トラブルなどの緊急時に高浜線は小町駅か水戸駅での折り返し運転を実施する。小町と当駅の間は広角間で校内踏切を除くと踏切が一切なく緊急時は単線並列として扱われることがある。改札口には ICE カードに対応している簡易改札機が 設置され、改札の手前左側に自動券売機が1台設置されている。2015年の発着人員はおよそ2114人、日であり、1998年のおよそ1600人、日と比べて大幅に増加している。駅前には、伊予鉄道のバス乗り場がある。主要駅であるが、駅前広場はなく、バスの乗り入れはあまり多くない。また、 かつては以下に路線が乗り入れていたが、現在は運行されていない。富士のショッピングセンターであるパルティ富士絹山を中心に映画館やゲームセンターなどの遊戯場の進出が進み、飲食店が林立するためお昼時は賑わう。近年はコンビニエンスストア等を含め様々な分野の店舗の出店が相次いでいる。かつての高浜線再復船化の過程において単線。 伏線の境界駅だった時期がある。ありがとうございます。